内田優馬ハトタブス Yeah 3, 2, 1 Happy birthday to you やったー Happy birthday to you やったー Happy birthday カイトくんやったー嬉しいましたね Happy birthday to you 今日川崎行ってたんじゃないのおめでとうおめでとうカイトくんおめでとうマジで嬉しいやつだこれマジで嬉しいやつだどうしようどうも皆さんすいません内田優馬ですあ本当にさっきまでカイトくんに連絡したんだけどその川崎に行ってて仕事で川崎に行っててでこれ時間間に合うのかなとか言ってたんだけど、うん、もう頑張ってやって間に合ったね俺よかった、ね、トーク引き伸ばしたんだよそのためにそうなんだよそのためだったのいや助かったいやさすがだ一番嬉しいいや俺本当知らなかったんですよ本当にねマジで知らなくて今日ゲストいるとか何も聞いてないからあの本当に今までのサプライズで一番嬉しかった確かにカイト君が嬉しい時に出てくるやつだねいやー完全に嬉しかったいや嬉しいそれ俺も嬉しいわびっくりしたカイト君に、はい、ちょっとだけ歌います。歌いますはい歌います、石川カイト君に捧げるバースデーソングおハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーカイトくんいつも本当に一緒にいてくれてありがとう5年くらいもう経つけどカイトくんの実家のところでなんか暗闇で写真撮ってた時から俺は一緒にいられて本当に良かったよこれからも長い付き合いになるけどこれからもよろしくね次はどこに一緒に行こうかな次は広島それとも俺大ハピデーでそれ聞いたよ遠いところでもどこにいても きっと楽しいことできると思うからこれからも一緒にいてくださいはいあの最初の歌い出しが、ええ、あのずっと一緒にいてくれてありがとうはそれ彼女にやるやつだそれ彼女にやるやつなんだよいやだってそれ以外に言えることないじゃんほらもうだってその時の写真見せていい、うん、あ、いいよこれ何これねカイト君のね実家ね実家の自分の部屋なんですけどこれも本当に何の気がするか2013年ぐらいですよそうまだアーティストデビュー決まってない主演も何もやってないそんな時にあれこの当たり方 CD のジャケットみたいじゃないすごいなまさかマジで CD のジャケットになるような男になったといやーまあそう本当にだからこれからここから全部見てくれてるのは本当にカイト君だけなんですよ。そうですよこの今の内田優馬はだってまだ一回も世に出たことない年齢のやつだもんね。いやーこれ懐かしいね。懐かしいこれ。これめっちゃ懐かしいよね。部屋汚ね。いやすごいね、うん。いっぱいいろんなものを置いてあったもん。今のカイト君から想像できない家だわ。そうだね。もう優馬君が寝る布団も敷いてあるし、ね。あれ優馬君この後3日ぐらいうちいたんだもんね。これねめちゃめちゃ懐かしいよ。い友達って 業界にいます？なかなかできない。いないっすよね。うんうん、まあまあいます。まあでもそうね飲み友達的な。ああ。だから本当遊びってなかなかね。遊びってそうだね。じゃあ家に遊びに行くのは内田優馬くん。弟さん家に遊びに行ったり。あいつ本当になんだろう人たらしだな。人たらし。僕以外にも連れてきてるんすか。そう。なんかよく。なんかよく人を家に連れてったりとか。俺だけだと思ったのに。
それはユーマの敏感なとこ触ればいい。あ、そうだった。それすっかり忘れてた。もう俺は知ってるんだぞ。忘れてくれや。俺は知ってるんだぞ。なんやねん。いや怖いんだけど後ろから近寄ってくんの。何、もうすでに、すでになんかもう違う。これは脇とかじゃない。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 ユーマはね、レックの時大変だって言ってたから、多分ね、やめや、やめや、やめや、何の記憶覚えてない。その話したけど。さあ、ね、あのこうヘッドホンつけてコードが垂れてるじゃん。そうそうそう。擦れるだけでやばいらしい。気にな気になって歌に集中できないってなる。そんなこと言ったらもうすごいチョコ溶けてきちゃった。なんか汗かいてきて、すごいすごい汗かいてきちゃった。もうくしょー。他のまだ、お、まだ諦めずに、くそ、あっ、あっ、あっ、それ気持ちいい。あっ、あーあーあああああいやいや、触り方何、その触り方。その触り方何。こうやってね。ごめん、こうやって。ちょっとだけ、まあ、飲んだんですよ。何人かで飲んで。で、で、そのままじゃあ、まあ、早めって言っても、まあ、夜のもう1時とか、それぐらいの時間に、まあ、会食を解散しようとか言って解散したんですけど、まあ、僕は、車だったので、まあ、お酒飲んでないんで、まあ、じゃあ、そのまま、タクを食ってくよ、みたいな話をして、タクを乗せて、こう、喋ってたら、なんか、こう、帰りたくなくなってきちゃって。俺が。タクさ、今からさ、ちょっと遠出しないみたいな。夜中の1時過ぎに。タクが、え、いいよっていうか。付き合ってくれんだよね。で、そのまま、朝の5時過ぎぐらいまで。こうドライブに行き、で二人で海沿いに行き、海沿いでこう朝日を見てね、朝日を見て、うわめっちゃ綺麗じゃんとか言いながら、その後1時間ぐらい車で寝て帰るみたいな。恋人。恋人、うん、恋人、あれおかしいな、俺にはカイト君がいるはずなのに。御社の、うん、内田優馬君と、うん、あの日は24時間以上一緒にいたんですよね。どういうこと、どういうこと、24時間以上一緒にいたの。前日から、うん、ゆうまくんの家に泊まって、うん、そのゆうまくんの車で来て、うん、でゆうまくんの車で帰りました、うん、彼女か。何、彼女なの。いや、まあまあ同棲してるわけ。いや、僕確かに多分今、うん、一番長い時間を過ごしてる相手って、うん、ここしばらくで、うん、ゆうまくんなんですよ。あー、そうなんだ。で、うん、ゆうまくんも僕で、うん、そう。で、なんか気がついたら、だから、うん、なんか1位ゆうまくん、2位なんか松岡みたいな、なんかそういう。何、だから、同棲してんの。そういうことなの。同棲はしてないんですけど、泊まって、まあ、あとこう、なんか、会うってなった時に、誰かの家っていうのがね、うん、どっちかの家とかっていうのが一番安全じゃないですか。まあまあ、ね、まあ、今のご時世的にも。まあまあ、まあね、うん。そうだね。なんで前日泊まったの？いや、まあ明日フルバだし、うん、まあご飯も食べて。ああ、そういうことか。そうそうそう、会おうかみたいな。なるほどな。そう、明日頑張ろうみたいな感じで、そう、なんとなく。で、そのまま、でも、じゃあこれ、明日、そう、ゆうまくんが、あ、じゃあ、乗ってきますなんつって。うん。でもなんかそのまま、なんか、盛り上がって、じゃあもう止まってけばいいか、みたいになって。ごめんごめん、何そのなんかこう、初めて今日出会ったんだけれど、なんとなく友達として何回か会ってきたけど、今日はいよいよもって二人が付き合い始める日、みたいな感じになってますけど。あ、でも止まったのは初めてかもしれないですね。だから、そうする、だから、よりなんかさ、今日、ゆうまくんも家に人泊めたの初めてって言ってた。車乗ってく？はい。え？今の家に人泊めたの初めて。だったら、いいの？だったら、泊まってく？みたいな感じでしたね。
あれえのきさんもご存知だと思うんですけど、てか、えのきさんの方がご存知だと思うんですよ僕は掃除しに行ったことは、でもちょっと前に行った時はなんかもうすっかりだいぶね、だいぶね、ちょっとずつ、でもね、靴箱は隠してたのよ。靴箱はね、あそこに全部詰まってたんだ。そう、物置みたいになってて、なんかもういろんなものさ、こう下にも詰めるし、で、あの僕バイクの用品とかも全部靴箱に入れるんで、バイクの用品も入ってるし、はい、袋の靴もその上にガッガッて出すんで、すごいな。うん、なんだろう、108？ ああ可愛くなるな。いやいやいや、可愛く、いや今じゃなくていいよ。またカイト君がやばいよ、好きになっちゃうから、ゆうまくんのこと。本当に数えてる、数えてる。それ家でやってんの？自分では気持ち悪いと思ってるかもしれないけど、そんなに気持ち悪くないから、ね、なんでや好きすぎだろ。珍しい、そのフォロー何やっても可愛く見えちゃうじゃん。珍しいフォローしてくれてありがとう。肯定的だな、普通に嬉しいわ、ね、わいや、しみるファイだね頭に入ってこれ。また本日会場にて展示している商品ですが、アニプレックスプラスにて数量限定で再販が決定しております。本日よりご予約を再開しておりますので、ぜひその機会をお見逃しなく。はい何見せられてんのかわいいかわいいかわいいの読めたよの2個じゃないんだよ。読めたよやんっていう。甘いな、カイト君は。いやー、ゆうまくんにいい仕事しましたわ。赤ったんだな。赤ったん、赤ったん、赤ったん、赤ったん。この人年上なんだよな。かわいい。